どうも皆さんこんにちは。というわけでですね、今日なんですけど、ちょっと秋葉原に来てまして、で、あれですね、まあ、例のごとくちょっと耳かきの動画を撮ろうと思って、なんか日本にも耳かき屋さんがあるんですかね。なんか、あ、これですかね、このなんか7階に、なんかこの和の国とかいう、なんか耳かき屋さん、こういう可愛い女の子らがなんか耳かきをしてくれるってことで、ちょっとね、なんか20分ぐらいできるらしいんで、映像撮れるか分かんないですけども、行ってみたいと思います。行きましょう。いやー、なんかね、ここはなんかあの膝枕でやってくれるんですかね。なんか膝枕で耳かきをしてくれるっていう、なんか可愛い20歳ぐらいの女の子がね、いっぱいいるらしいですけど、このおっさんが行っちゃって大丈夫なんですかね。ちょっと聞いてみたいと思います。じゃあ行きましょう。いやー、あれでしたね。ちょっとこの耳かき店ね、行ったんですけども、やっぱ撮影 NG でしたね。実際すごい綺麗なお姉さんいたんですけどね、なんか撮影ダメみたいで、基本なんか日本の耳かき店はなんか撮影 NG みたいですね。3300円くらい払ったのかな。なんか無駄でしたね。別に耳かき別に興味ないんで、もう今後日本では耳かき取れないですね、多分ね。ごめんなさいね、基本撮影 NG みたいなんで。ということで、ただの報告で終わります。耳かき自体は気持ちよかったです。